別紙横貫道を歩く第3回目を迎えました。今回はですね、歩くというよりかはこちらのタンデム自転車に乗って走って、株鉄道跡を走ってみたいと思います。こちらのタンデム自転車、実は愛媛県、それから限られた、県でしか乗れないということでですね、今回はこちらの自転車をご紹介してくださった愛媛県東予地方局地域政策課の山本さんと日野さんにお越しいただいて、一緒に株鉄道を走っていきたいと思います。お二人よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは。本日はこちらのタンデム自転車で新居浜の別紙銅山から鉱石を運んだ株鉄道跡に整備されたサイクリングロードを走ります。こちらのタンデム自転車、本来は公道を走行できないんですけれど、愛媛県ではたくさんの方にこちらの2人乗りでの楽しさを味わっていただこうと特別に許可しています。しまなみ海道でのサイクリングツアーなどは大変な人気を博しておりまして、しまなみ海道と別紙銅山の東予地域ならではのコラボレーションをお楽しみいただければと思います。はい、ということで私もですね、実際今日乗るのが初めてということでドキドキなんですけれども、今日はお二人ともお付き合いよろしくお願いします。はい、そして今私たちが、いるのがですね、後ろにも見えておりますけれども、別紙銅山記念図書館です。こちらの別紙銅山記念図書館は、別紙銅山の開港300年を記念して住友グループから、新居浜市へと寄贈されました。建物の様式なんですけれども、楕円形のドーム型ということで、当時としては実験的な試みとして最新の建築様式だったということです。お二人ですね、ちょっとご紹介したいことがあるんですけれども、実はこちらの図書館の、敷地内には、こちらの説明板にもありますように、新居浜を訪れた皇族ですとか首相なども宿泊された住友接待館としての役割を果たした千寿亭っていうところがあったんですけれども、で奥にですね、見ていただくと石あります。あちらが靴脱ぎ石で、奥のロータリーっていうのは当時の様子をそのまま留めているということで、もう写真を見た通りなんですけれども、で現在はですね、その千寿亭の特別室の一部はマイントピア別紙というところに移築されていて、で、そちらはですね、もう国の登録有形文化財にも登録されているっていうことなんですよね。図書館の西側に来ておりますけれども、あちらをご覧いただくと、今ではもう交差点になっているんですが、当時は踏切だったということで、ここからずっと海側まで鉄道が伸びていて、鉱山の工業地帯までつながっていたということなんですね。で今昭和橋があるところなんですけれども、当時は昭和橋駅が昭和橋の手前にあって、そこから皆さん降りて千寿亭まで来られていたということです。そこで今回は自転車歩行者専用道路を愛媛県東予地方局地域政策課の山本さんと日野さんと一緒に走っていきたいと思います。お二人、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらのタンデム自転車、二人で漕げる自転車としてしまなみ海道などで大変な人気を博しています。今日は新居浜の別紙銅山にちなんだ道路を走って、しまなみ海道と別紙銅山の東予地域ならではのコラボレーションをお楽しみください。こちらの方、公道では一般的には走行することができないんですが、愛媛県などでは特別に許可されています。はい、ということでタンデム自転車が走れるのが限られているということなんですけども、今日は愛媛県でぜひコラボレーションをしていきたいと思います。結局ですね、自転車っていうのはもう自転車歩行者専用道路以外は車道を走らなくてはいけなくなったということなんですよね。そうなんです。交通規則を守って安全に走行をお願いします。はい、それでは株鉄道跡、こちらの銅板レリーフから出発していきましょう。
それではここから、下部鉄道あと自転車歩行者専用道路をタンデム自転車走りながら出発するわけですけれども、今私たちがいるところが、先ほどご紹介した踏切から反対に山の方にずっと登っていく道沿いなんですけれども、こちらご覧いただいたら、こちら銅板レリーフなんですが、こちらは、別子銅山図巻をモチーフにして作られていて、全部で13あります。これから通っていく道沿いにもいくつかあるんですけれども、当時の、鉱山の街並みですとか、作業の様子などを振り返っていきながら、自転車道を走ることができます。なかなかこういうのも自転車を走りながらとか、はい、歩きながらじゃないと目につかないですね、はい、ですね、意識しないと、うんうん、私たちはこれから左に曲がって山の方にずっと上がっていきますけれども、反対に西の方に向かってまっすぐ進んでいくと星越駅がですね、見えてくるんですよね。はい、やっぱり車道を通るのは怖いので、うん、ですね、ね、自転車歩行者専用道路があるといいですよね、はい、安全ですね、うん、車道を抜けてですね、いよいよと、はいはい、自転車歩行者専用道路入りました、はい、入りました。で、右手には、高水路が、下部鉄道の当時の高水路沿いに走っていくということですね、はい、右に見えるのが五輪塔です。はい、はい、こちら見てください。道が二手に分かれているんですけれども、まっすぐ進んでいくと山根の方につながっていて、これから曲がっていくのは左側の方なんですが、こちらが、昭和17年に新居浜駅との連絡線ができて、国鉄につながるようになっていますので、まっすぐ進むとまた説明板があるので、ちょっと左側をまっすぐ先に進んでいきましょうか。はい、はい、でそちらを、はいはい、右に曲がっていきましょう。お、早速、はい、道路の下をくぐるようになってますね、はい、そして看板が見えてきましたけれども、はい、あそこにある看板が新居浜の南中学校の学生の子たちが説明文章も考えて作った看板ということ で、 で今ずっと私たちが走ってきて、まあ、止まっているところも当時の新居浜駅と山根の方をつなぐ連絡線跡だったということでね、はい、はい、ですね、国鉄の跡で、はい、皆さんもよければ説明板見に、南中の子たちが考えた説明板を見ていただけたらなと思います。はい、今ちょうど奥の方に見えるのが皆さんもご存知の次元寺なんですけれども、この次元寺のあたりにですね、当時滝宮駅というのがあったということで、ちょうどおそらく地図を見るともう少し山の方に上がった、まあ、電信柱 2,3 本行ったあたりの電信柱あたりになるんじゃないかなと思うんですけれども、実際に滝宮駅という駅があったということで、実はこの駅あの幻の駅とも言われていて、まあ、次元寺で尾根藩があるときに臨時的に使われていた駅ということで、いつできていつ使われなくなったのかということもちょっと不明ということなんですね。今目の前に見えているのがですね、ちょっと道幅が狭くなっているんですけれども、あれがまあ山の斜面等をですね切り崩して作った切り通しっていうことで、まあ、その当時トンネルとかを掘ったりするよりかはもう安く作れたということで、まあ、結構雰囲気があっていいですよね。
はい、当時は陣馬が通れるぐらいの道で、まあ、その下部鉄道自体も単線だったからこれぐらいの道幅で良かったそうなんですよ。今土橋のあたりに来てるんですけれども、すごく分かりやすいんですが、ちょうど降水路が右の方に大きくずれてます。ここには土橋駅があったということで、もう少し先の方に進むと旧土橋駅があるんですけれども、こちらの新しい土橋駅に移築移転したのが昭和5年ということです。土橋駅を過ぎまして、今度は同じく昭和5年に移転移築された山根駅に来ています。でこちら山根駅なんですけれども、見ていただいたら分かるでしょうか。実はですね、当時引き込み線だと思われる線がそのまま今も見ることができます。そしてこちらの山根駅なんですけれども、5月の三神祭ですとか住友の運動会の時には、皆さん土橋駅から乗って、そして山根駅で降りて、その会場まで皆さん歩いて行かれてたということもあったそうです。はい、はい、というわけで山根までやってきました。皆さんお疲れ様でした。なかなか道としては緩やかで、道幅も広くて走りやすかったですね、タンデム自転車でも。はい、そしてこちら最終的な看板、こちらが山根駅跡の看板が当たっていますけれども、このまっすぐですね、山の方にまだ上がっていくと旧山根駅があったということで、はい、今回のタンデム自転車で歩く下部鉄道の旅ということですけれども、皆さんもぜひ、自転車歩行者専用道路を利用して緩やかな自転車の旅を楽しんでみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。